どうも、中目大です。畑名慎一郎です。今回は2000年公開、トム・ハンクス主演のサバイバル映画、キャストアウェイについてなんですけど。これまた懐かしい映画だね。じゃあ、まずざっくりあらすじからいきますと、物流会社のシステムエンジニアである主人公は、最愛の恋人ケリーとの結婚を控え、世界中を飛び回る日々。そんな中、乗っていた飛行機が墜落し、たった一人南海の無人島へ流れ着いてしまう。主人公は無人島から脱出し、ケリーの元へ帰ることができるのかって感じの話なんですけど。はいはい。んで、まずこれから言いたかったんですけど、僕はぶっちゃけ今作のあらすじを見た時に、ワクワク冒険サバイバルものかと勘違いしてました。ああ、はいはいはい。システムエンジニアであることの特性をどうにか活かし、たった一人で無人島で生き延びるタフな男を描いたようなディスカバリーチャンネル的な作品だと思ってました。もうそれ真逆のノリですね。もうこの映画の見どころって、絶海の孤島で描き出される絶望、絶対の孤独じゃないですか。そうですね。主人公が知恵を使って割と楽しく生きるみたいな描写は一切なく、ただただ辛く苦しい場面の連続といいますか、特に怪我の描写がいちいち生々しく、個人的には高波にさらわれて太ももに大怪我を負う場面で、もうこれゲームオーバーやんってつぶやいちゃいましたもん。あそこ本当に痛そうだもんね。んで主人公がどれほどの孤独に苛まれていたのかがよくわかる演出として、自分の血で顔を描いたバレーボールにウィルソンと名付け親友にするくだりですよね。あそこね。個人的にあれは主人公の頭が参っていたというよりは、精神的に怒れてしまわないようの無意識的な防衛反応的なものに感じて、なんかすっげえ辛い気持ちになってしまいましたね。社会性の動物である人間にとって孤独というものが何よりもきつい毒であり、また決して抗えられない苦痛であることが本当に強烈に演出されていますよね。そうしたね。んでそんな日々が4年も続いた結果、この無人島でウィルソンと共に生きて死んでいくことを覚悟していた主人公のもとに潮が希望を運んできてくれるんですよね。はいはい、扉みたいな形の鉄板ですね。主人公はその鉄板になんとなく希望の象徴にしていた自分と同じく無人島に漂着した郵便物の箱に描かれていた天使の羽を模写し、それを帆にしたイカダを作って、この無人島から、つまり絶対の孤独からの脱出を図るんですよ。はいはい。僕はこの会場の場面でウィルソンが流されていってしまい、許してくれと主人公が泣いてわびるところで泣いてしまいました。よくそんなに感情移入できるよね。さっきも言いましたけど、僕にはこの主人公が頭がおかしくなってバレーボールを友達にしてるって風じゃなく、心の底からバレーボールを親友だと信じ込めなければ正気を失ってしまう寸前だったって風に見えていたんで、めっちゃ泣けたんですよ。はいはい。視聴者にとってはちょっとかわいそうでいびつな情景ですけど、主人公トーリーにとってはあれって紛れもなく心の友を見殺しにしたってことだと僕には思えたんですよね。んでこの作品のすごいとこって、この演出がこの後さらに効いてくるとこだと思うんですよ。なんかあったっけ。孤独により正気を失う寸前にまで追い込まれた主人公は無事アメリカに帰ってこられるわけじゃないですか。ふんふん。ただそこで待っていたのはある意味で無人島で一人でいた時よりも辛い孤独だったんですよね。つまり自分はもう死んだ存在として埋葬されていて、婚約者であるケリーは結婚し出産していたんですよね。あれは分かってたけど確かに辛かったよね。僕は主人公とケリーがお互いたまらなくなって雨の中でキスする場面でマジで号泣しましたよ。無人島での主人公はケリーのことをもう二度と会えない人として自分の胸の中の存在としてある意味で割り切ることができていたと思うんですが、もうあの場面はえげつないですよね。4年経っても未だに二人は相思相愛だったんですが、もう二人の愛は許されないものになってしまっていて、その結果目の前にいるのに愛し会えないなんて。あ、確かに。僕は無人島から出られない、あの人はもう帰ってこないなら割り切ることもできるでしょうけど、生きて再会しちゃったら割り切ることなんか難しいじゃないですか。そりゃそうだ。お互いが最愛の人を二度失うってマジでやばすぎますよね。彼らを見たらロミオとジュリエットでもさすがに同情すると思いますよ。何その例え。まあそこはさすがに俺もうるっときましたけどね。で僕個人的な主人公って無人島生活よりも苦しい孤独感を味わうことになってしまったと思ったんですが、この映画のすごいとこって最後に救いが用意されてるとこだと思うんですよね。あの天使の羽の郵便物を届けに行くとこだよね。そこで主人公は自分の心の支えとなってくれた天使の羽の絵を美しい女性のトラックのケツで見つけるんですよね。はいはい。んで今から主人公はどこへでも好きな場所へ行けるという状況で彼女のトラックの方を向いて微笑んで映画を終わっていくんですが、僕個人的にはこの映画から希望も絶望も自分でコントロールできるものじゃないって印象を受けました。ああ、なるほど。ちょっと言いたいこと分かりますよ。今作の主人公ってアイアンマンで言うとこの因果応報的な部分って全くなかったと思うんですよ。うんうん。ただ単純に運が悪かっただけ。それと同じく無人島にイカダの帆にできる鉄板が慣れ着いたのもただ運が良かっただけじゃないですか。そうですね。んでケリーとの悲しすぎるすれ違いも運であり巡り合わせで、最後の天使の羽の人物が美しい女性だったのも偶然じゃないですか。そうっすよ。僕はそんな主人公の人生の中で一番重要だったと思うのはただ息をし続けようとしたことだと思うんですよ。そう。彼には自殺を試みる動機だらけの状況だったと思うんですけど、最後の最後に踏みとどまって
どれだけ辛くても生きることを選択したんですよ。その結果、僕は主人公って最後の天使の羽の女性に会いに行ったと思うんですが、腐らなかった結果、また人生においていい出会いが起きたんだと思いたいんですよね。希望も絶望も自分ではコントロールできないものであるならば、希望の光が差した時にそれを希望だとちゃんと認識できるようにするため、人間死ぬ瞬間まで前を向き続けていた方がいいんじゃないのかなって思いましたってところで、じゃあお疲れっす。雪景色誰だって同じだ、数え切れで光たぎるぬくもり誰も